琉球政府及び沖縄県の政治家、教育者。1968年11月から唯一の公選行政主席として沖縄の日本復帰までその職にあり、復帰後は沖縄県知事を2期務めた。1902年12月13日に沖縄県中上郡読み村あざせ那覇に生まれる。1930年に広島高等師範学校を卒業する。 その後、沖縄県女子師範学校、沖縄県立第一高等女学校、台北第一師範学校、州立、台南二中などで教職を務めた。沖縄戦後、沖縄軍党政府文教部長、沖縄教職員会長などを歴任の後、1968年の行政主席選挙では革新共同候補として、立候補し、保守系の西名順次との選挙になったが、 本土への早期復帰を訴えたやらが当選し、第5大行政主席に就任する。なお、この選挙では、西目の当選のために、日米両政府が裏で動いていたことが、2010年12月に公開された外交文書により判明しているが、裏工作を跳ねのけての当選だった。行政主席在任中は、復帰を円滑に進めるために、 日米両政府の折衝などを進めていったが、その道のりは険しく、苦渋に満ちた表情をすることが多くなり、いつしか縦ワのやらと呼ばれるようになった。復帰後の1972年沖縄県知事選挙で再選。1976年まで沖縄県知事として在任した。沖縄返還式典で一部県民や活動家の反対を押し切り、 天皇陛下万歳を参照したことは一部で物議をかもした。同年の選挙にも出馬を要請されたが、本人は小辞し退任した。知事在任中の1975年7月17日に、沖縄県糸満市で皇族に対する火炎瓶によるテロ事件が発生したが、事前に警備当局が危惧する中、警察は火炎瓶が飛ぶなどと言っておりますが、そんなことは、 絶対にありませんと警備削減させていたばかりでなく、反天皇制、反日沖縄解放活動家が潜伏していた地下号内を、皇太子及び同妃の訪問に先立ち安全確認を主張した警備人に対しても、正域に土足で入るのは、県民感情を逆なでするとして、実施をさせなかったなどが警備担当者から明らかにされている。知事を退いた後も、 沖縄の伝統的な捕獲対立の中で、革新陣営のシンボル的存在として、革新共闘会議を主導し、後継の知事候補として、平良一を応援するなどした。会談等においても自らメモを取るなどしたという。そのメモや日誌は死後読み村に寄贈され、その複製が沖縄健康文書館にて順次公開されている。1997年2月14日に、自宅から、 搬送先である、那覇市の沖縄赤十字病院で心不全で死去した。ありがとうございます。